この頭の痛み、一体どうなってるのさ。クリリン、無事じゃなかったら承知しないよ。お前は16号。18号、久しぶりだな。と言っておこう。あんたはセルに破壊されたはずじゃないのか。悪いが、お前の質問に答えている暇はない。なんだって。すまない、18号。お前には我々の力になってもらうぞ。ようやく目を覚ましたようだな。はじめまして、18号さん。お会いできて嬉しいわ。忘れるな、21号。今はもう18号ではないぞ。そいつの精神が今リンクした人間のものだ。そうでしたね。驚かせてごめんなさい。突然のことで信じられないとは思うけど、あなたは今別の人の体に精神を移した状態なんです。驚くのも無理はない。気づくのが遅いんだよ。人の体を奪っておいてのんきなもんだ。リンクに関しては私もさっきの話で理解したよ。確かに今の私には自分の体も動かせやしない。力ずくであんたを追い出そうともしたが、どうやらそれも無理みたいだ。まったく、何が起こってるって言うんだ。世界中に悟空たちのクローンが現れて暴れてるっていうし、クリリンが心配で外に出てみたら死んだはずの16号に会うし、意識を失ったと思ったらあんたが私の中にいるしさ。とりあえずあんたじゃないと話すことすらできないのは分かった。まずは状況を整理したいから、あんたから二人に話を聞いてくれ。頼んだからね。18号との話は終わったようだな。そのようですね。ではまずは順を追って説明しましょう。怒られないで聞いてくださいね。実は18号さんを連れてきてもらったのも、あなたたち二人をリンクさせたのも、すべて私の指示なんです。なんだって。今世界中でクローン戦士が暴れています。それはレッドリボン軍が生み出してしまったもの。私たちはこの事態に対抗する研究をしました。そしてリンクの力でクローンを抑え込む方法を見つけたのです。リンクとはあなたが18号さんの体をコントロールしている状態のこと。あなたには18号さんとのリンクを通して力を高めてもらい、全てのクローンを押さえつける力を得てほしいのです。リンクの力は強力な相手と戦うほど高まります。戦うためには強い肉体が必要なので、リンク相手に18号さんを選びました。こんな事件に巻き込んでしまって
本当に申し訳ないのですが、リンクでクローンを止めた後はクローンを処分する。全てが終わればリンクは解除され、お前も18号も元に戻ることができる。つまり協力しなければこのままってことか。チッ、やってくれるじゃないか。きっと必要になると思って戦闘用の服も用意しておいたんです。かつて18号さんが戦士だった頃と同じデザインのものなんですけど。よりによってその服なのか。なんで今さら。あんたは何も知らないからそんなことが言えるんだよ。このお洋服ほんと可愛くって、作っていて楽しくなってしまいました。18号さん美人ですし、きっとお似合いになると思うんです。彼女の反応はどうです？気に入ってくれたかしら。ああもういい。のんきな声聞いてたらどうでもよくなった。とにかくすぐにその服に着替えな。さっさとクローンを全滅させてこの状況を終わらせるよ。もし負けたりしたら慰謝料がっぽりいただくからね。どうやら話はついたみたいですね。では隣の部屋で着替えてきてください。本当にあいつを戦わせるのか。今はあの二人にかけるしかないの。16号、18号さんがリンク状態になってどれくらいの時間が経ったと思う。そういえば長いな。そう、ここまで長時間リンク状態を維持できる人なんて今までいなかった。現に17号さんのリンク状態は目覚めてすぐに溶けてしまっているわ。確かにこんなことは初めてだ。しかもあの人、18号さんの意識を体内に抑えたまま会話までできているの。今までリンクに成功している人工精神にもここまでのことはできなかった。才能としか表現できないレベルよ。私にとってあの人は最後の。大丈夫か21号。私に残されている時間はそう長くはないみたい。早くしないと。私は。これはまた随分と懐かしい服装だな。年の割には似合っているぞ、18号。17号、どうしてあんたがここに。そんなことはどうでもいいんだよ。それより今は17号だ。17号、そいつは今18号ではない。リンクしている別人だ。ああそうだった。まったくややこしいな。そのリンクだったか。表に出るやつを切り替えられないのか。理論上は可能だと思います。リンクした人の中には本来の意識を表に出している人もいますし。そうなのか。ただその前例は全て機械でできた人工精神とリンクした場合の。生身の人間の精神でもできるかどうかは分からない。なるほど。要するに当人たち次第ってことか。そういうわけだ。あんた18号と入れ替わってくれないか。私からも頼む。
直接話した方が話も早いからね。ようやく外に出られたね。嘘、本当に意識の切り替えができているの？そういうことなんじゃないか。あいつは今私の中にいるし。それより、なんで17号がここに？どっかの誰かさんがご丁寧にここまで俺を連れてきたんだ。リンクさせるためにな。じゃあ、あんたはリンクに失敗したってことか。そういうこと。やり方も気に入らないからさっさと帰ろうかと思ったんだが、ちょうど今は他の奴らが代わりに俺の仕事をしているしな。たまには昔のように遊びに付き合ってやろうと思ったんだ。皆さん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。こうしているとまるで昔に戻ったみたいだな。17号、言っておくけど、今度はあんたの無駄な遊びに付き合う暇はないからね。やれやれ、少しは気楽に構えろよ。焦ったっていいことはないぜ。別に焦ってなんかない。私は早く元に戻りたいだけだ。じゃあそういうことにしておいてやるよ。心配するな18号、俺もさっさと終わらせるつもりだ。16号、お前もそれでいいんだろ？ああ、そうすべきだ。残された時間は少ない。時間？16号、その口ぶりじゃまだ何か隠しているようだな。その質問には答えられない。今はそれでいいよ。でもそのうちちゃんと話してもらうからね。まったく面倒なやつだぜ。言っておくが16号、俺たちはお前を信用したわけじゃない。それだけは忘れるなよ。おしゃべりはここまでだ。敵が来る。はいはい。クローンとはいえ、まさかまたベジータと戦うことになるとはね。こいつらの元の力を考えると手を抜けないじゃないか。ああ、無言でもやる気だってのは伝わってきた。昔、初めてタイマン張った時もそんな顔してたよ、あんたの本物は。まったく、こいつを相手にするのにただ働きって割に合わないんだよ。かといって負ける気なんてさらさらないんだけどさ。しょうがないね。思いっきりやらせてもらうから覚悟しな。18号の中にいるやつ、お前思ったよりやるじゃないか。あんたずいぶん真面目なんだね。まあこのくらいで調子に乗るようじゃ先が思いやられるけどさ。2人のリンク率は順当に上がっているようだ。一体どうしたというんだ。もう我慢できない。ダメだ、21号、どいて、邪魔をしないで。
前の望みは何だ、思い出せ。向こうの方角にエネルギー反応がある。次はそっちに行けば。ちょっと待て、説明しろ16号、今のは何だ。お得意のだんまりかよ。いいか、俺はお前が相手でも敵になるなら容赦はしないからな。これがセルの完全体ね。なあ18号、本物もこんな風に澄ました顔していたか。知らないよそんなこと。私だって見たくもなかったからね。この姿になるために吸収されたと思うと胸クソ悪い。同感だ。本物のセルを作ったゲロといい、クローンを作ったやつといい、センスを疑う。だがこれもいい機会だ。あの時の礼をさせてもらおうか。そうだね、こいつの顔を見てるだけでむしゃくしゃしてきたところだ。たまには本気出してやろうじゃないか。大丈夫か21号。21号、大丈夫よ、ありがとう。まさか今になって孫悟空と戦うことになるとはな。いや、クローンなのだから奴とは別の戦士か。俺も元の16号の記憶データを移植した復元モデル、ある意味お前たちと同じ偽物なのだろうな。今の俺には孫悟空の抹殺命令はプログラムされていない。だがそんなプログラムがなくとも今の俺にはお前と戦う理由がある。手は抜かない、覚悟しておけ。21号、もはやこれ以上。うるさい。なんだか知らないが随分な物言いじゃないか。いいんだ17号、俺は気にしていない。ごめんなさい、本当に大丈夫、大丈夫だから。とにかく今は先を急ぎましょう。忘れてはならない。そうよね、16号、ごめんなさい、もう大丈夫よ。21号、もう限界よ、早く食べさせてちょうだい。いい加減にしろ16号、どう見たって普通じゃないぞ。21号は人造人間として不安定な状態にあるんだ。そのパワーをコントロールするために大きなエネルギーを必要としてしまう。じゃあこの発作は。
エネルギーを補給しなきゃ収まらないのかよ。早くして。よくわからないが、ひとまず研究所に戻った方がいい。やはり来てしまったか。お前は17号、それに16号まで。お前たちどうして。何をしに来た。何って聞くまでもないだろう。18号さんを助けに来たんだ。16号、お前こそどうしたんだよ。それともクローンみたいに新しく作られたのか。俺たちの力と精神が封じられたことにもお前は関係してるのか。力と精神を封じる。クリリン、ちょっと待ってくれ。一体何の話をしているんだ。気を制御する波動の影響の話だ。ドクターゲロが開発した発生装置によって今世界中で気を封じる波動が発生している。なんだって。やっぱりドクターゲロのブルマさんの予想通りだ。まさかと思うけど、お前たちがその装置を起動したのか。そんな、まさか。私たちは何も関係ないよ。そうだろう、16号。やったのは俺たちではない。やってはいないが関わりはある。そういうことか。黙ってちゃ何もわからないだろう。おい。なんだ。21号、落ち着くんだ。落ち着いていられるものですか。やっと食べられる。今18号を渡すことはできない。お前はまず急いでこの場を離れろ。何を言ってるんだよ。18号さんを残していけるわけないだろう。クリリン、今すぐ18号さんから離れろ。お前たちが何をする気か知らないが、俺の嫁さんを巻き込むな。なあ18号さん、一緒に帰ろう。俺たち家族じゃないですか。今さら昔みたいに戻るなんて、そんなこと言わないですよね。私だって帰りたい。今のままじゃ家族ですって。ふざけるな。そんなもの人造人間には必要ない。21号、いいから戦え。今すぐに。そんなのできるわけないだろ。クリリンと戦うなんて。まあそれならいいわ。あなたがやらないなら私が。ダメだ。今の21号とクリリンを戦わせては。どうやら相当ヤバい展開みたいだな。18号、今はクリリンと戦え。出なければあいつは21号にやられる。それでもいいのか。いいわけないだろ。私の中にいるお前、言っておくけど、クリリンを死なせたり承知しないからな。18号さん、どうし、クリリン。心配ない。気を失っているだけだ。よかった。おい21号、これで満足か。なんて美味しそうなの。待て21号、どうか耐えてくれ。自分自身の力で抑えるんだ。うるさい。止めさせろ。邪魔するな。頼む17号。ふざけやがって。邪魔をするな。出なければお前たちを食うぞ。
俺たちを食うだと？こいつ何言ってやがるんだ。ダメなのか。ダメ。18号の中にいるお前、今すぐ21号とリンクしてくれ。なんだって、そんなことができるのか。理論上は可能なはずだ。お前が21号を止めてくれ。いいからさっさとしろ。クリア、助けてやってくれ。時間の問題。ありがとう、踏みとどまった。21号から戻ってきたか。お疲れ。あんたのおかげで助かったよ。その様子だとうまくいったみたいだな。17号、クリリンは？安心しろ。気絶したままだったけど、ちゃんと安全な場所に置いてきた。今はこいつのこともあるし、目覚めるのを待つ暇もなかったからな。まあちゃんと息はあったし、そのうち仲間が助けるだろう。そうか。ありがとう。お前たちのおかげで21号を止めることができた。21号の他にって、あいつもリンクしていたってことなのか。どうやら思っていた以上に面倒なことが起こっているみたいだね。こんなことになったんだ。もうだんまりは通用しないぞ。そうだな。私も、私の中にいるこいつも事情を知りたい。わかった。だが今は21号の治療を優先させてくれ。詳しいことは研究室で話をしよう。いいだろう。今度こそ全て話してもらうからな。ところもあったのか。正確な数はわからないが、研究施設は世界中に点在している。それで21号は？あ、別室で休ませている。いずれ意識を取り戻すだろう。そうか。それで、あの21号ってやつは何者なんだ？彼女は優秀な研究者の細胞に無数の戦士の細胞を合成して作られた。セルをも超える究極の人造人間だ。あいつを超えるか。セルは孫悟空たちとの戦いで成長し、俺たちが知っているセルを超えている。だが21号の力はそんなものではない。その成長したセルすら上回る力を秘めている。
そして一番厄介なのは彼女の捕食衝動だ。生物を食べることでエネルギーを吸収し、際限なくパワーアップする。驚いたな。セルを超える化け物ってことか。そもそもエネルギー吸収ってなんでそんなことする必要があるのさ。これはあくまで予測でしかないが、21号に移植された細胞の一部が暴走している可能性が高い。彼女の捕食衝動は人格を持っていて、今の21号の意に反して捕食をしてしまう。それほどに凶暴なものなのだ。つまりあいつの中にはもう一人の凶暴なあいつがいるのか。ああ、21号は表に出ようとする衝動を必死に抑えながら生きている。なあ16号、それほど危険な奴にお前はなぜ従うんだ。俺は21号の暴走を止めるため、彼女の手によって復元されたからだ。まったくあんたらしいね。どんなヤバい奴でも命令なら従うなんてさ。でもここまで喋るっていうのはあんたらしくないんだよね。21号に従うのも命令だけとは思えないんだけど。やれやれ、お得意のだんまりか。昔に戻ったようだな。まあそのうち喋ってくれるだろう。後で聞かせてくれればいいさ。それより今は捕食衝動を抑えるのが先だ。何か方法はないのか。ああ、そのために利用しようとしたのがリンクシステムだ。リンクシステムはもともとドクター・ゲロが開発したもの。彼女はその仕組みを利用して自分を制御しようとした。リンクしたからってそんな簡単に制御ができるものなのか。俺にも詳しい仕組みはわからないが、リンクするということは精神を上書きするのと同じことだと言っていた。リンクした人間が肉体を自由に操ることができるようになると。なるほど。自分に反抗的なやつもリンクを使えばコントロールできるってわけか。あのクソジジイの考えそうなことだ。だがリンクの状態を維持することは想定以上に困難なことだった。普通人間の精神は自分の肉体から長時間離れることができないのだ。たとえリンクできたとしても1分ともたず精神が元の肉体に戻ってしまう。18号の中にいる者よ、こうして今もリンクを維持できるお前は我々にも説明がつかない存在なのだ。それじゃあ初めからこいつの力を利用するつもりだったってことか。そう思われても仕方がないだろう。今まで黙っていたことは申し訳なかったと思っている。そのリンクの才能は21号にとって最後の希望だったのだ。どうか今はこのまま力を貸してはくれないだろうか。驚いた。あんたこの流れで協力するっていうのか。どうやら想像以上のお人よしみたいだね。どちらにせよクローンを全て倒すまでリンクを解除する気はないんだろ。結局はどう転んだってやるべきことは変わらないさ。もし21号の捕食衝動が強くなれば今のお前では止められなくなるだろう。お前にはさらに強くなってもらう必要がある。全くついてないぜ。俺たちはとんでもない貧乏くじを引かされちまったみたいだな。あなたのおかげで少し落ち着きました。皆さんに心配ばかりかけてしまってすみません。
16号にもこれ以上心配かけないように私がしっかりしないと。こんな調子じゃ16号を復元した意味がなくなってしまいますから。実はまだ人造人間になる前、私には息子がいたそうなんです。そしてその息子をモデルに作られたのが人造人間16号。それが分かった時、どうしても会いたくてそばにいたくなってしまって、それで復元してからお願いしたんです。私の家族になってって。だから家族として一緒にいられるよう私も頑張らないといけないんです。こうしてあなたと精神世界でお話しすると少しだけ発作が起こりにくくなる気がします。病は気からって言いますし、気持ち次第で今よりうまく発作を抑えられるのかも。って私は別に病気じゃないんですけどね。人間はこういう衝動に負けそうな時どうやって乗り越えるものなんでしょう。やっぱり気持ちが大切なんですね。私も一応元人間、気合の効果はあるかもしれません。私も頑張って気合出します。食欲なんかに負けない自分になります。だから私のことを応援してくださいね。それにしてもあんた、いろいろと受け入れるのが早すぎないか。普通なら怒るとかパニックになるとか、もう少し他の反応をするものだろう。肝が座ってるんだかのんきなんだか分かりゃしないよ。まあ極端に慌てたところで状況が変わるわけじゃないんだけどさ。とにかく今はあんたが頼りみたいだし、気を引き締めるんだよ。いいね。おかしいな、発作の数は減ったと思っていたのに。本当に私は何の目的で生まれたんでしょう。この体質は仕方がないと諦めてはいますが、だから疑問がないとは言えません。私を作った研究者が生きていたら直接会って尋ねることもできたんですけどね。もちろん私の存在意義に関わりますから。私はメカタイプの16号や人間を改造した17号さんたちとも違います。新しいモデルの人造人間を作った特別な理由があるかもしれません。亡くなった後もスーパーコンピューターが私を作り続けていたみたいですし、この食欲をコントロールできるようになったらきちんと理由を調べてみたいです。だいぶ18号の実力を引き出せるようになったじゃないか。そうだね、完璧とは言えないけどだいぶ戦いにも慣れてきたみたいだ。お前たちのリンク率は確実に上昇してきているようだな。ようやく見つけたぞ。セル。おお、全員揃っているとはな。お前たちもその女に操られているのか。操られている？何の話だ。私にも協力者がいてね、彼らから情報をもらっていたのだ。そしてようやく分かったのさ。全てはそこにいる21号の差し金だと。ごめんなさい、多分私がやったんだと思います。なんだって。全ては21号が今の状態になる前、衝動に支配されていた頃にしたことだ。
だがその頃の記憶を今の21号は持っていない。セルたちを蘇らせた目的も方法も分かりません。でも人工精神を作りリンクシステムを使った形跡は残っていました。そんなことって、え、面白い冗談を言うな。これだけのことをして覚えていないとは。だが今の私はそんなジョークに付き合う気分じゃなくてね。どうしても思い出せないというのなら力ずくで思い出させてやろう。見るがいい、私の真の力を。そんな、これほどの力が出せるなんて。リンクしているのは人工精神。ここまで力を引き出すことはできないはずだ。おお、私の中に入ってきたあの精神のことか。あれなら抑え込んだのに私の言いなりになるよう掌握した。何、そんなことが。まさかそれでリンク率が上昇して。仕組みなど興味がないな。私はこうして本来の力を取り戻した。必要な事実はそれだけだ。化け物め、お前はその化け物に再び消されるのだ。21号の道連れになってな。ダメだ21号、戦ってしまってはお前は食欲を抑えきれなくなってしまう。ここはひとまず逃げてくれ。そうはいかないわ中学を。約束したでしょ、そばにいるって。それが貴様の真の姿か。面白い。食欲で暴走すること確かに怖い。でもそれ以上に私は大切な人たちが傷つくのを見たくない。いいだろう、最強の人造人間は私だということを思い知らせてやる。この私がこんなやつら。まったく、俺たち全員で戦ってもこのざまかよ。ダメだ21号。クソ、止めなきゃならないのに。体が言うことを聞かない。頼む、21号にリンクして止めてくれ。分かった、頼んだよ。21号を止めてくるんだ。弾き返されたらしい。な、
今度はリンクもダメだってのかよ。本当に愛した。何をするのよ。16号。俺は約束を果たす。うるさい、うるさい。私の邪魔をするな。これまでか。16号。頼む、21号の心を守ってやってくれ。16号。何をしているんだ。16号はお前のために。16号。そんな16号、こんなことって。いやくっ、何なってんだ。しい気分。あなたはとぼけるんじゃないわよ。これまで散々私を押さえつけてきたじゃない。まさか。そう、私はあんた、ちょっぴり食いしん坊なもう一人の自分。でもあんたに邪魔されるのもおしまい。私の食欲は誰にも止められないわ。そんなこと私が許さない。バカね、何も分かっていないんだから。残念でした。あんたのパワーはほとんど私のものになったの。こんな風にね。21号。さて、楽しい楽しいおやつタイムの始まりよ。嘘だろ。おいしい。強さになるのか。強さじゃない。そんなもののために16号が死んでしまったのよ。私はあなたを許さない、絶対に。何を言ってるの。あれは私とあんたが一つだった頃の話でしょ。それにもともと悪いのは16号よ。私の邪魔をするからああなるの。
ならない。これっぽっちの力しか出せないの？予想以上に弱っちくて私がっかりしちゃった。そんな、悪いけどこんなお遊びに付き合ってるほど暇じゃないのよね。まずはあんたが私を邪魔できないようにしないと。そういうわけだからまたね。全部私のせいです。16号のこともあいつが生まれたことも全て私が弱かったから。悔しい気持ちはわかるが、こうしていても仕方ないぞ。そうですね、全て私のせいだから、私が自分の手で責任を取らないと。戦いに巻き込んだ私がお願いできることではないと分かっています。でも私が戦うためにはあなたにリンクしてもらう必要があるんです。あなたとリンクすれば私も力を引き出すことができる。お願いします、私に力を貸してください。あんた随分威勢が良くなったね。私の体で戦って心まで強くなったのか。さあ私とリンクしてください。もう一度だけ私に戦う力を。本当にこれでリンクしたのか。ああ、うまくいったはずさ。協力してくれてありがとうございます。今は少しの時間も惜しいです。急いであの人を追いましょう。待てよ、何を一人で行こうとしてるんだ。リンクしたくらいでお前一人で戦えると思っているのか。あいつを野放しにしたらどっちみち私たちだって危ないんだ。こうなったらやられる前にやってやるさ。ありがとう17号さん、18号さん。あの人は世界中に点在する研究施設、そのいずれかを目指しているはずです。自分の弱点を潰すために。弱点？そんなものがあるのか。ええ、あの人に追いつけば全てわかるはずです。それじゃあまずは奴を追うとするか。こいつがフリーザか。クローンみたいだけど。18号さん、そんなにイライラしてどうしたんですか。お前フリーザに何か恨みでもあるのか。ああ、大ありだ。あいつは昔クリリンを殺したらしいからね。じゃああの人はクリリンさんの仇のクローンなんですね。仇ね、そう言われてもいまいち緊張感が出ないな。肝心の殺された奴が生きているし。生きているからこの程度で済んでるんだよ。そうですよね、もし生き返っていなかったらと思うと、クローンだろうと本物だろうとやはり野放しにはしておけません。話が早いじゃないか。だったらさっさと戦う準備しな。クリリンさんの仇じゃあいいのかな。どう言っていいのか分かりませんけど、とにかく私たちはあなたを許しません。一発殴った程度じゃ済まないよ。覚悟しな。
けられなくてよかった。あ？効果なしか。まさかここまでついてくるなんてね。しつこい人は嫌われるわよ。それが波動の発生装置なのね。波動を発生。じゃあクリリンが言っていたのは。ええ、全ては私が目覚める前に彼女がやったことです。あれを使って地球上のあらゆる戦士の気を、力と精神を封じてしまったのです。おそらく戦士の動きを止めた隙に全員捕食するために。なるほどね。なかなか回りくどいことをするじゃないか。ですがこの計画には大きなリスクもあった。それは私と彼女には気があること、自分も波動の影響を受けてしまうのです。だったらなぜそんなものを起動したんだ。自分の力も封じられるってことじゃないか。もちろん彼女もある程度はその覚悟をしていたでしょう。ですがあの頃私の人格は眠っていて、表に出るほどの力はないと踏んでいた。ところが世界中で波動を発生させたことで自分への影響が予想を超えたのでしょう。その結果彼女が弱体化したことで私は目覚めました。そして驚く彼女の隙を突き抑え込むことに成功したのです。そこまで分かっていたのならさっさと自分で装置を探せばよかったのに。あんたのことだから波動の出力を上げて私を抑えることくらい考えたんでしょ。それはそんなに困らなくていいわよ。別に責める気はないもの。あんたが見つけられなかったおかげで私は今ここにいるわけだし。でもこれをそのままにするのはね、私にとってはもう邪魔だし。ダメ！うえ、まずい。こんなもの食べさせないでよね。あいつ飲み込みやがった。それが波動を発生しているんでしょ。そんなものを飲み込んだら。あら、心配してくれるの？ずいぶん優しいじゃない。けどあの装置はあくまでコントローラー、飲み込んだってどうってことないわ。まあこれで出力のコントロールもできなくなったわけだけど。そんなに私に勝ちたいなら捕食して力をつければいいじゃない。まああんたみたいな偽善者にできるとも思えないけど。あなたという人。さてと、せっかくあんたがここにいるんだし、ついでに始末しましょうか。みんな、帰れ。やだ。18号さん、無事ですか？遅いんだよ、バーカ。にしても、おめえらボロボロだな。全然大丈夫じゃねえだろう、これ。孫悟空。悟空、俺がこいつを食い止めるから、カリン様のところで先祖を。おう、ちょっと待ってろ。消えた。悟空はすぐ戻ってくる。それまでこいつを何とかしないと。うわっ、もう戻ってきた。カリン様がもう準備しててくれてさ。ほれ、よくも邪魔してくれたわね。おめえが21号の分裂した悪いやつの方か。どうしてそのことを。あれ、説明は後回しだ。どうやら事情は全て筒抜けみたいね。それに
今のは瞬間移動ってやつかしら。さすがは孫悟空、侮れないね。おめえもどうやらただもんじゃねえみてえだな。ええ、私お楽しみは最後まで取っておく主義なのよね。特に孫悟空、あんたはとびきりうまそうだから。おへえ、おめえほんと気持ち悪いやつだな。あんまし変なもん食ってっと腹壊すぞ。ご心配なく。瞬間移動ごちそうさま。それじゃあまたね。あいつオラが思ってたよりずっとやべえやつだったな。まさか瞬間移動一回見て覚えちまったブーみたいなやつだ。はぁ、よかった。それよりお前たちはどうしてここが分かった？21号が分裂したことも知っていたようだし。ああ、神様の神殿で教えてもらったんだ。ついでに今起こっていること、リンクのことも21号のことも全部。そうだったんですね、クリリン。悪かったね。ん？ああ、俺が18号さんを助けようとした時のことですか。そのことならいいんですって。俺と戦うこと嫌がっていたでしょ。それにいつもと違う戦い方だったし、手加減もしてくれていたし、何か事情があるんだろうなってすぐに分かったから。さすがだね、あんたは。デンデに話を聞いてきたんなら大体のことは分かってるんだろう。ああ、さっきのやつは相手をいろんなお菓子に変えて食っちゃうんでしょ。まるで魔人ブーみたいな能力じゃないか。もしかすると21号の開発過程で同じようなやつの細胞が入ったのかもね。もしそうだとしたら、そのうちあいつの食欲は手がつけられなくなる。あいつが地球のみんなを食っちまう前にオラたちで倒しちまうしかなさそうだな。え？ん？オラなんか変なこと言ったか？そうじゃなくて、まさか手伝ってくれるんですか？もちろん、オラたちも戦うためにここまで来たんだからな。でも安心しな、21号、こいつらはそう簡単に死ぬようなやつらじゃないよ。あいつカムエにも隙がなかったし、まだまだ力隠してる感じだったよな。そっち叩けるかと思うとワクワクすんな。こいつは昔からこうだから巻き込んだなんて思う必要ないよ。どうやらお前の心配は全く無意味だったみたいだな。皆さん、すみません、よろしくお願いします。あ、よろしくな。クリリン、それでこれからどうするつもりだい？とりあえずまずは他のみんなのところに行こう。なんだ、お前たちだけじゃなかったのか。うん、ベジータたちならブルマの飛行機の中にいるはずだ。あいつらもきっとおめえの力になってくれっぞ。
ありがとうございます。よっしゃ、そんじゃ早速みんなんとこに行こうぜ。お前、俺に似てるな。そうですね、お揃いのピンク色。お揃い？なんだそれ、うまいのか？お揃いというのは仲良しの証のようなものだそうです。お友達同士で同じような格好をして仲良しであることをアピールするのだとか。そうか、じゃあ俺とお前も友達だな。そうですね。よし、友達だから特別にお菓子分けてやる。ありがとうございます。お菓子を食べている場合じゃありません。なんだ、お前お菓子嫌いなのか？いえ、そういうわけではないんですけど。そうだ、今はとりあえず我慢して戦いが全部終わってから食べましょう。いっぱいお菓子を集めてパーティーするんです。お菓子パーティー、いいなそれ。そうでしょ、だから今は戦いに集中しましょう。わかった、悪いやつ全員やっつける。本当におめえ、もう一人の21号とそっくりだよな。彼女は私の中で生まれたもう一つの存在ですから。じゃあさ、あの悪いやつとおめえ、どっちの方が強いんだ？残念ながら力は向こうが上ですね。そっか、残念だな。全部終わったら手合わせ頼みてえと思ったんだけど。え？だってよ、悪いやつとじゃなくていいやつとだったら楽しく戦えてろ。おめえと全力で戦えたらすげえワクワクすんじゃねえか。あなた本当に戦うことが好きなんですね。お、面白いかな。あ、そうだ、悪いやつとおめえがもともと一つだっちゅうなら、おめえも戦ってるうちにあいつくれ強くなんじゃねえか。それはどうなんでしょう、その可能性もあるとは思いますが。よっか、そんじゃさ、これからたくさん戦って強くなってくるような。そんで悪いやつの方をやっつけたらオラと手合わせしような。ええじゃ、まずは手始めに目の前のこいつらと戦おうぜ。少しは私の体を使いこなせるようになったようだね。でも、もう少し攻撃を受けないように工夫しなよ。私は普通の人間よりは丈夫だけど、別に不死身ってわけじゃないんだ。怪我を怖がってほしいわけじゃないけど、もう少し気を使えって話さ。あんまりひどい扱いするなら、後で慰謝料をきっちり請求するからね。やっぱりクローン程度では満足できないわね。味はいまいちだし、エネルギー量も多くないし。でも今は仕方ないわ、少しでも力をつけないといけないわ。あの女は多分そのまま18号や孫悟空たちと行動するはず。ただいくら味方の戦士が増えたって、それぞれの力には限界がある。だからあいつは自分をパワーアップさせる。あの偽善者が捕食するなんてありえるのかしら。まあいいわ、どんなに考えても正解はあいつにしかわからないし、私はもっ
と食べてもっと強くなればいいんだもの。楽しみに待ってなさい。まずいぞこりゃ。そこら中にいたはずのクローンのやつら、気がごそっと消えてぞ。きっとあっちの21号が食い荒らしてるのさ。このままだと次に会うときは相当な化け物になってぞ。私たちももっと急ぐ必要があるということですね。とりあえずこれまで通りクローンや敵を倒していくしかないんじゃないかな。あいつがクローンを食べているなら戦ってる間に現れるかもしれないし。そうだな。今のところ確かな手がかりはそのくらいだろう。チッ、面倒なやり方だ。そんなことをしなくても今すぐもう一人の21号を倒せば済む話だ。そうしてえけんど、あいつの力相当だ。今のオラたちじゃ倒せねえと思うぞ。クローンを倒すことはリンク率を上げることにもつながります。皆さんの力をさらに引き出せるようになるはずです。チッ。とにかくオラたちはこれからもクローンを倒していけばいいんだな。その通りです。それでもうまくいかないときは私が。お？いえ、何でもありません。さあこの調子で頑張りましょう。お前好きなものあるか？俺サタンと犬と昔が好きだ。だからサタンたちをいじめたりお菓子を取る悪いやつは嫌いだ。今戦ってるやつらは悪いやつらだ。だから許してやらないぞ。悪いやつたくさんやっつけたらサタン喜んでくれるかな。喜んでくれたら俺嬉しいぞ。オラたちもデーブ・リンクっちゅうやつに慣れてきたな。だんだんいつもの調子で叩けるようになってきたぞ。だがいくらリンク率を上げたとしても所詮いつもの状態に戻るだけだ。勝負を決するのはそれを超えた力だ。それを超えたって、そんなにでかい力がぶつかり合ったら大変じゃないか。地球も無事じゃ済まないかも。だがあいつを倒すとなると生半可な攻撃は通用しないはずだ。できれば地球で戦うのは避けたいところだ。大丈夫だ。それはオラに歓迎がある。本当に大丈夫なのか？どうも信用できないんだけどね。貴様の考えには穴があることが多いからな。そうかな。自分の胸に手を当てて考えるんだ。全員随分な言いようだな。そのうちわかると思うけど、悟空は時々頼りにならないっていうか、肝心なところでヘマをするからね。そう言うなよ。全部クローン倒したら教えっからさ。わかった。ひとまずお前に任せるとしよう。よし、みんな一丁気合入れ直していっか。ゴテンクス、あまり調子に乗っていると足元を救われるぞ。大丈夫だよ、ちゃんとやるからさ。でもこんな子供を巻き込むなんて。ベジータさん、あなたは本当にいいのですか？構わん。それにこいつが戦いをおとなしく見ているとは思えんしな。むしろそばにいた方がまだおとなしくしているはずだ。なるほど。確かにやんちゃな分近くにいた方が安心するかも。じ
ちょっとちょっと、おばさん、俺をただのお子様だと思わないでよね。おば、俺にはついさっき思いついた超ミラクルスーパー必殺技があるんだぜ。どうしてもって言うなら、この場で俺の新技見せちゃっても。ゴテンクス、俺の話を聞いていなかったのか。ごめんなさい、もう調子に乗りません。貴様もボサッとするな。すみません。早速敵が来たようだな。貴様ら俺の足を引っ張るなよ。はい。最初に比べたら少しはマシになったが、まだまだだな。言っておくが、本来の俺の力はこんなものじゃない。特別に体を貸しているんだから、もっとうまく俺の体を使うことだな。もしカカロットに遅れを取るようなことがあったら承知せんぞ。悟空、もうこの地球にはクローンどもは残っちゃいないよ。俺たちもかなりの数を倒したが、奴も相当暴れ回ったみたいだな。ああ、あとはいよいよ俺たちの仲間だけっちゅうわけだ。なんか嫌な言い方だな。上等だ。ならばこっちから挨拶に行ってやる。そうだな。向こうから来るのをわざわざ待つ意味もなかろう。あっちの方から21号のバカでかい木を感じる。よし、さあ、こぜ。いたぞ、あそこだ。待ちくたびれちゃったわ。そんなにじらさなくても、私は残さず食べてあげるのに。なんだよこの木、前とは比べ物にならないぞ。それでどこで戦うつもりなんだ、ソン。な、オラに決まり。おめえもついてこいよ。ここは？大変でしたね、皆さん。なんだ、海王神様。オラが来るって分かってたんか？はい、ご先祖様と様子を見ていたので。今回も地球が大変な相手に狙われてしまったようですね。悪いな、海王神様。ここくらいしか思いつかなくてよ。まったく、毎度毎度お前たちは揉め事を海王神会に申し込みよって。どういうことだ？ここは地球じゃないのか？うん、地球で今の21号と戦ったらどうなっかわかんねえ。その点ここならいくら暴れても大丈夫だ。悟空、これがあんたの考えってやつか？バッカモンが、海王神会を何だと思ったのじゃ。だからごめんって。今度ちゃんとお礼はすっからよ。信用できるもんか。今までもろくな礼もしてこんかったじゃろうが。いやー、めーたな。なあ悟空、あの21号もここまで追ってくるっていうのか？ああ、こいつならオラたちを見つけるはずだ。
ってたよりずっと早いぞ。やっぱ本当にとんでもねえやつだな。当然あんたたちのことはデザートとして取っておいたんだから。オラなんか食ってもうまくねえと思うんだけどな。呆れた。あんた捕食もしないで私に勝つ気なの？なんとなく予感はしていたけど、誰も食べないなんてほんとバカね。あんたもいい子ぶらないで思うがままに食べればいいのよ。美味しいだけじゃない、恐ろしいほどの力も手に入れられるわよ。そんなものは必要ないわ。聞いて安心したわ。ならこいつら全部私が食べていいってことね。全部私一人で食べてやるわ。さあティータイムを始めましょう。しなくても全員残さず食ってやるわ。何だってんだ、さっきまでボロボロだったくせに。をあいつの回復力は異常なんです。全ての細胞を完全に消滅させないと元通りに回復してしまいます。回復力もブーと同じってことか。そっか、こういうことなら仕方ねえ。元気玉で決着つけっぞ。悪いが、みんなの力が集まるまで時間稼いでくれるか。あんな、オラに現金をあげてくれ。あいつは私が引き止めます。あなたもこのまま私とリンクして戦ってください。
21号。あらあら、もう終わってしまったみたいですね。これはビルス様、どうしてこちらに？ブルマがご馳走をたくさん用意するっていうから付き合ってやったんだ。気になるに決まってるでしょ、地球の運命がかかってたんだから。それで人造人間21号ってやつはどこにいるんだ？それが元気玉で二人とも一緒に。元気玉を受け止めてた悪いやつにいいやつの方が突っ込んでいったんだ。なるほど、おそらくご自身が一番分かってらしたのでしょうね。異常な食欲を本能的に備えられた彼女がいつかまた危険な存在になることを。だからご自分の意思で全てを終えられたのでしょう。自分の命を懸けてでも守ろうとしたんだろう。その覚悟を認めてやれ。21号。そっか、それならまた会えた時ありがとうって言わねえとな。はあ、何を言ってるんだ貴様。まさかドラゴンボールで生き返らせる気じゃ。ちげえって、そんなことしたら21号が体張った意味なくなんだろ。生まれ変われるようにエンマのおっちゃんに頼んだくんだ。え、そんなことできるのか。頼んでみねえとわかんねえ。思いつきで言ったのか。そう都合よく頼みを聞いてもらえるとは思えないけどね。ま、頼むだけならいいんじゃない。僕には関係ないことだ。今回の活躍を加味してお願いを聞いてくれるかもしれないですしね。あれ？じゃあエンマ様にお願いする前に地球に戻って後始末しないとね。後始末？なんかやることあんのか。18号の中にいるあんたのこと元に戻さないといけないでしょ。あ、そっか。じゃあこいつともこれでお別れになるのか。短い間だったけど世話になったな。でも生きてればそのうちまた会えるって。ホラなんて死んだ後にもみんなに会えたしさ。貴様というやつはまったく感傷に浸る雰囲気もなくなる。ここまでオラたちと戦ってくれてあがとな。せっかくだから今度会った時はオラと手合わせしようぜ。じゃ、またな。